どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新戦の動画作っていきたいんですけども、僕のツイッターとか、三国新戦のツイッターをフォローしてる方やったらご存知なんじゃないかなと思うんですけど、今公式にですねこういったイベントやってるんですね。はい、動画創作大会開催ということが書かれてますけど、これですね、YouTube に動画上げてたら、もし運営さんが評価してくれた場合ですね、なんか賞金がもらえると、まあ甘ギフなんですけども、現金ではないんですけど、をプレゼントみたいな企画になってて、僕、これを引用リツイートしてですね、14日まで毎日投稿頑張りますということをですね、宣言させていただいてるわけなんですけども、まだ10日ぐらいあるんですね、終わりまでにね。で、ぼちぼち新鮮の動画のネタも尽きてきたかなと思ってきた頃なんで、これどうかな、14日まで毎日投稿できるかなというところなんですけども、ちょっと禁じ手と言いますか、僕これ後でね作ろうと思ってたんですけど、シーズン2に登場する武将の情報みたいなのをですねお届けできたらなと思ってるんですよ。まあ情報言うても、もうすでにゲーム内で公開されてるものなので、別にですねこの動画を見て目新しい情報が得られるというわけではないんですけども、いろいろ細かいところを見ていきながらですね、どういった感じで使うかみたいなことをですね考察していくみたいな動画をですね作ろうかなと思ってたんですけど、まだシーズン2が始まるまで時間がありますので、ギリギリになって作りゃええかなと思ってたんですけど、ちょっとその今やってるこの動画創作大会ですか、これの兼ね合いでですね前倒しでやろうかなということでね、今ちょっとまあパソコンの前に座ってるわけなんですけども、で新部署が7人ぐらいいるんで、まあ動画7本分ぐらいはなんとかなるかなということでですね作っていきたいかなと思いますので、ぜひお付き合いいただけたらと思うんですけども、まずはですねこちら芝居ですねの中身を見ていきたいと思うんですけど、これ見たい方はですね一応ちょっとおさらいしますけども、ここ最初まで戻ってもらって、ハ行をタップして、で、右下のシーズンについてをタップして、で、ここの右側にある詳細を表示をタップして、で、こんな感じでシーズン報酬が出てるんですけども、その、右側にですね、ハ行報酬とか、シーズン1、活気報酬とかいろいろ書いてますけども、こういったところをタップすると、こんな感じで新しく出る武将がバッと出てきますので、この中の、まあ、例えば今回だったら芝居なんで、芝居をタップすると、こういった感じで情報が見れるということになってるので、まあ、こう振り返りたいという方で、見方わからんいう方でですね、こういう順序をたどってですね、芝居の情報を見ていただけたらなと思うんですけども、そしたら細かいところを見ていきたいと思います。コストがですね、7ということになってますね。なんでマックスコストということになってますけど、これは当然かなと思いますけどね。言うてやっぱり三国志で一番の勝ち組と言うたら芝居なんじゃないかなと僕は思ってるんで、まあそういったこう三国志関連の動画みたいなのも作らせていただいたこともあるんですけど、よかったらまあサブチャンでやってるんでまあ宣伝ばかりで申し訳ないんですけど、そちらの方も見ていただけたらと思うんですけども、まあなかなかにすごい武将やということでですね、まあコスト7は当然なのかなという気がします。でですね、兵種適正に関しても ASASA ということでですね、非常に使いやすいですよね。兵器武将としても使えるって言ったら言うことないですよね。で、S が2つもあって、その S じゃないのも A ということになってるんで、まあ、言ってしまえばどのような編成でも組み込めるっていうことですよね。だいたい編成を組むときに最低でもですね、適正は A にしましょうね。できたら S で統一しましょうというのがですね、大概の意見なんじゃないかなと思うんですけども、まあ A だったら最低限はこなしてるっていうことなんでね、誰とでも組めるということになっております。で、一応属性の方を見ますと、統率と知力が98ということで、バカ高いですよね、やっぱりね。で、この統率&知力が高い武将ってね、結構、こう鉄壁なんですよね。統率ってつまり防御力じゃないですか。で、知力が高いということは、計略ダメージに対する防御力も高いということになってるので、結構ですね、統率は高いけど知力は低いみたいなね、まあ、呂布とか張飛みたいな武将ですね。ああいったのは結構計略ダメージでなんとかなったりするんですけども、この芝居に関しては、まあ、なかなか倒すのは困難だなというような属性の振り分けになってますよね。魅力も高い、政治も高い、言うことないですね。まあ唯一速度が遅いんですけど、これ速度はですね、まあ相手武将より早く動けるのに越したことはないんですけども、まあ速度って遅い方がいい場合もありますんでね、例えばまあ回復系の戦法とかやったら、速度がまあ全ての武将で一番早かったりしたら、誰も体力減ってないので回復戦法が発動みたいなこともありますので、まあ速度に関しては賛否両論あるところということにはなってるので、まあこの属性の振り分けを見る限りではですね、まあ穴のない武将なのかなという気がしております。そしたら固有戦法、楊氏楼虎と読むんですかね。これを見ていきたいと思うんですけども、はい、戦闘開始後4ターンの間、アクティブ戦法発動時に 100% の確率で、自軍全体が1回進行効果を獲得するということが書かれております。
でですね、これ一応戦法タイプが指揮戦法ということになってるので、戦闘開始前に確実に発動してくれるということですね。で、これが発動している間はですね、その戦闘開始後4ターンの間に、この進行効果というのをですね、獲得してくれますよと。しかも自軍全体がということなんで、3人ともが獲得すると。で、内容はですね、計略ダメージを与えた時、ダメージ量に基づき自身の兵力を回復するということが書かれているので、これはですね、芝居と組ますにはやはり視力系の武将、頭のいい武将を組ますのがいいんだろうなっていうのは分かりますよね。計略ダメージですから、もしまあ仮に計略ダメージを与えるとしてもですね、知力が低い武将に無理やりなんか覚えさせた戦法で計略ダメージを与えてもほとんどねダメージ与えられないですから。で、ダメージ量に基づき回復ということなんで、しっかりダメージを与えることには回復量もしょぼいですねということが書かれてますので、やはり知力高い武将と組ますのがベストということですね。で、5ターン目から毎ターン 80% の確率で、敵軍複数1から2人にということで、ここランダムでしょうね、計略ダメージで、ダメージ率は 154% 知力の影響を受けるということが書いてますね、を与えるということが書かれております。で、毎ターン 80% の確率でこれダメージを与えるのは、これは芝居がっていうことですかね、1回っていうことですかね。まあ指揮戦法なので、多分その3人全体で1回っていうことになるんじゃないかなと思いますけどね。で、知力の影響とかいうのもですね、自身の知力の影響ということだと僕は解釈しております。で、自身が主将の場合、希望過去発動時計略ダメージが 100% 上昇、知力の影響を受けるの発生率を、16% 増やすということが書かれてるんですけど、これがね、多分今話聞いてもらった方の中のほとんどの方がハテナマークやと思うんですよ。希望って何よっていうことですよね。で、発生率を 16% 増やす、これ戦法っていうことになりますよね。ただ戦法の場合はこれ陽子老公がこういう戦法ですし、残りの2つは2つで覚えさせる戦法があるはずなんですよね。なのでこの希望っていうのは一体何なんだろうかというふうに疑問を持った方はですね、よかったら攻略ガイドで希望を検索してもらいたいんですけど、はい、こちら希望のページですね。アクティブ戦法ダメージが 4.5% 上昇するということが書かれています。で、活動確率が 100% と。で、兵法書戦法、兵法書解放後に研究できますということが書かれてますよね。つまりこれは今のところまだ実装されてない部分の能力ということになってるわけなんですよね。なんでこの兵法書っていうのを解放した後にこの希望っていうのを覚えさせると、アクティブ戦法のダメージが上がるということになってるわけなんですね。まあ今回の芝居の固有戦法に関してはですね、アクティブ戦法ではないので関係ないんですけども、こういったのの、発動率が上がるって書いてたんかな。首相の場合、希望の発生率を 8% 増やすということになってるんで、そうですね、アクティブ戦法がもしかしたら発動するたびになんか抽選とかそんな感じなんかな。ちょっとまあここの部分ははっきりと推測を出ないので、まあもし知ってる方おったら教えてもらいたいんですけども、の発生率を増やすということになってるんで、まあ首相に置いた方がいいんでしょうね。これね、アクティブ戦法のダメージあんだけ上げてくれるっていうことやったら悪くないんじゃないかなと思いますからね。はい、そしたら次なんですけども、継承戦法を見ていきましょう。はい、これは新参希望ということになってます。この希望っていうのはさっきの希望とは別やと思うんですけどね。で、2468ターン目に敵軍2人にそれぞれ 75%、105%、135%、165% の計略ダメージを与えるということが書いております。で、これも指揮戦法ということになってるので、そうですね、確実にこの2468ターン目には発動してくれますよということですね。しかもダメージ率はかなり高いということになってるんですけども、これも知力の高い武将に装備させないと意味がないということなんで、これもう芝居に装備させてもええんじゃないですかっていうレベルですよね。まあただその場合は芝居2枚引かないかんということになってるんで、かなり狭きもんかなとは思うんですけどもっていう感じの戦法ですよね。かなり単純に強そうだなという気がしますし、計略ダメージドカンと与えればその自身を回復してくれるというですね、芝居のその、こういう戦法何やったっけ、陽子老子か、これと相性バッチリじゃないかなと思うんですよね。そしたら次、攻略ページ見ていきましょう。はい、一応ですね、武将分析のところを読み上げさせていただきますと、芝居は義の献身、奇策が得意で捉えどころがない、精神の礎を築いた人物。本ゲームでは芝居の固有戦法陽子老子が回復と攻撃を兼備した複合的な効果を持つ、同時に仲間にも計略吸収能力を付与し、攻撃武将の防御能力を補填するということが書いてるんですけど、これもねよくわからないんですよね。
回復と攻撃を兼備した複合的な効果っていうのはなんとなくわかりますよね。5ターン目からは軽略ダメージ与えますし、1ターン目から4ターン目はですね、軽略ダメージ与えた量に対して自分のこう体力を回復するっていう効果があるので、まあこの複合的な効果っていうのはわかるんですけども、仲間にも計略吸収能力を付与しっていうのがわからないんですよね。これはどういうことなんでしょう。その食らった時に何かありますよっていうこと書かれてなかったと思うんですよね。一応ちょっともう一回芝居のページに行くんですけど、これ計略吸収っていうのがよくわからないんですよね。与えた時に進行効果とかですからね、食らった時にどうこうっていう、まあ言及がないんですよね、ここにね。なのでちょっと意味がわからないという計略吸収の意味がわからないということになってるんですけども、まあこれもですね、何か新しい、まあ、シーズン2から追加される要素なのかもしれないので、とりあえず置いとけたらなと思います。で、全陣容を攻撃系で固めることも可能とする、義国献身の頂点、その威力は恐怖の極みであるということが書かれてますけども、これはですね、陽子老子のおかげでですね、計略ダメージを与えた後一定数、まあ、体力が回復してくれるということになってるんで、ヒーラーがいらないですよね。なんで計略をダメージを打てる武将を3人揃えてたら、まあ、圧倒的な火力を出すのにヒーラーが、まあ、必要ないっていうことになりますので、まあ、まあこれは強いですわなということですよね。これは僕は、まあ、納得かなと、ぜひぜひ欲しいなと思うんですけどね、引けるんでしょうかというところですけどね。で、先方の推薦を見ていきますと、名分雷神、これ、計略系ですね。あと新山規模、これは先ほど芝居の、継承戦法として紹介させていただいたやつですね。で、混迷乱情、これは一応その知力ですねを相手の減らしてこっちを増やすみたいなことができるっていうところで、まあここ載ってるんじゃないかなと思います。これ4番目なんやったかな、これ活目相対、あ、これ戦闘の最初の3ターンの間通常攻撃不能だが 15% の確率、30% の確率で回避効果を獲得する4ターン目で自身の知力ポイントを上昇するとともに敵軍全体に軽略ダメージ、なるほどね、知力を上げた上に軽略ダメージを与えれますよというやつということですね。ただちょっと1ターン目から3ターン目は通常攻撃不能というのが気になりますけどね。まあそのアクティブ戦法とか突撃戦法をつけなかったらまあ関係ないとは思いますので、まあこれもなかなか強そうだなと。ただ旅網ということでですね、やっぱり S 品質ということですね。で、5つ目の四面楚歌に関しても知力系の軽略ダメージ系ということで、やはり軽略ダメージ与える戦法っていうのを進めてくれてますよね。でもやっぱり僕は中ではやっぱりその新山規模ですね、こちらまあなかなかね継承させるの勇気いりますけど、こちらがいいような気するんですけどね。それとアクティブ戦法の時になんか希望がどうこういうこと書いてたんで、この名分雷神なんかは確かアクティブ戦法なんですよね。はい、そうですね、っていうことになってるので、まあここら辺がおすすめかなという気はしますけどね。で、ここ名分雷神の何が一番ネックかと言いますと、このダメージ率は非常に高いんですけど、 5% の確率で有軍に発動するということが書いてるんですよね。なんで結構自滅してしまうモノバの剣みたいなね戦法になってるんですけども、その与えたダメージによってまあ自分が回復するっていう効果もありますから、その 5% でまあこうババを引いてしまったとしても、それがまあ完全 100% 損したっていうことにはならないという、まあちょっと救済要素的な意味もあって、これ名分雷神が1位になってるんじゃないかなと思うんですけどね。で、最後陣容おすすめ、これを見ていきたいと思うんですけど、これこの陣容はサーバーのビッグデータ統計のもとにシステムが集計していますということが書かれてますけども、どうなんすかねこれねこれはそうしたら中国のあれですかね、戦略版でのビッグデータということになってるんですかね。で、首相芝居、副将曹操、副将カダということが書いてるので、カダなんかヒーラーやんかっていう気するんですけどね。さっき運営さんの攻略ガイドのところにですね、全員アタッカーにすることも可能みたいなこと書いてるのに、これ曹操に関してはこれタンカーじゃないですか。なんで芝居をアタッカーとするならタンカーとヒーラーと組み合わせてるっていうことなんで、僕こんな使い方するもんなのかねと思うんですけどね。ちょっとここら辺も、まあ、疑問は疑問なので解決してくれる方いらっしゃいましたら、よかったら教えてください。で、芝居早々総人、これに関してもですね、
曹操と曹仁がこれ軽力ダメージ与える系じゃないじゃないですか。曹操はまあ知力も高いので100歩譲って OK としても、曹仁はどうなのかなっていうところがありますので、まあこれもまあ曹仁は優秀なタンカーではあるんですけども、芝居と組み合わせるのはどうなのかという気がしますけどね。で、三つ目、芝居紹介当該。まあ、これなんかは割といいかなという気がしますけどね。三人ともまあ、知力も武力も高い系って言うたらいいんですかね。なんせまあ、結構軽力ダメージ出せる三人やと思うんですよね。当該も確か知力高かった気するんですけどね。そうですね、知力89ですね。武力87ということで、両方高いんですよね。なんで、こう、継承戦法で文武両道みたいなのがあるっていうことになってるんですけど、紹介に関しても武力はそうでもないですけど、知力は高いんでね。うん、この編成は割と納得かなという気はしますけどね。ただまあ、これがベストなのかって言われたら、なんかもっとあるんちゃうかなという気はするんですけどね。まあ多分なんですけど、シーズン1で展開入れとか、投影決議とか、あとまあ、大東特パーティーとかいろいろあるじゃないですか、ギアリとかね。ああいったのを組んだ後に残った人で配すっていうことで、こういった使い方をしてるっていうのがあると思うんで、そこら辺の事前に強い、編成を解体するということであれば、もっと最適解はあるんじゃないかなと思うんですけどね。皆さんどう感じるでしょうか。で、芝居助行巨長で総人巨長ということでね、なんかこう軽略ダメージ系ばかりでないということなんで、この辺がねよくわからないんですけど、何度読んでもですね、この芝居の戦法っていうのは、そうですね、やっぱり軽略ダメージを与えた時ってこれ変えてると思うんですよね。これ進行効果ですよね。軽略ダメージを与えた時にダメージ量に基づき自身の兵力を回復するっていうのが書いてますので、これ自身っていうのは間違いなしにね、この各武将のことやと思いますしね。なんでこれ軽略ダメージ系をなぜ組ませないのかっていうのが非常に疑問ではあるんですけど、こればっかりはね使ってみればわからないんですよね。で、実際問題、そのアタッカーだけで組めるよみたいなこと書いてますけど、やってみたらちょっとやっぱりヒーラー1人およびタンカー1人おらんかったらきついなみたいなね、状況になるかもしれないので、こればっかりは何とも言えないですね。はい、いかがだったでしょうか。一応今出てる情報は全部読めたかなっていうところですけどね。芝居の紹介をさせていただいたんですけども、これはですね、まあ持ってたらどないぞこないぞ使えるんは間違いないなっていう気はしますけどね。こんだけ計略特化だったらですね、他に計略パーティーを組んでない限り覚えさせる戦法は何ぼでもあると思いますし、知力高い武将とだったら誰とでも相性は合いそうな気がするので、まあ義限定で組まんとしたらですね、どこでも使える武将ということにはなると思うので、まあ引けたら絶対ラッキーやと思う武将だと思います。実際まあ僕も芝居引けたらですね、また使用感みたいな感想なんかもですね、動画にできたらと思います。まあだいぶ先の話になりますけどね、多分まだ1ヶ月半2ヶ月ぐらい先の話になるとは思うんですけども、この芝居ぜひゲットしたいなと思える武将だなと思いました。そしたら今回の動画が面白かったとかダメになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。